皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画19回目は現在進行形についてお話します。前半で現在進行形の形、後半で ING の付け方、この順番で話していきます。まず現在形と現在進行形比べてみましょう。名前言ってますよね。現在形、現在の後ろに進行形ってついてますから、じゃあ現在形ってのは実は普段のことを表す、そういう英文なんですね。例えば We study English every day. We study English every day. 私たちは毎日英語を勉強します。普段毎日英語を勉強してるんですよね。今しているわけじゃないんですよ、普段なんですね。二つ目は Keiko plays tennis. Keiko plays tennis. Keiko はテニスをします。これも普段テニスをするということで今しているわけじゃないんですよね。例えば月曜日と水曜日にやってるよとかね、毎週そんな感じ、こういうものは現在形の文で表すんですけれど、現在進行形、これは今しているところ、今まさに何々している最中だよ、何々している途中でまだ終わってないよと、こういう状態を表すんです、ね、今しているところだよと。形が決まっていて、主語の次に B 動詞が来て、その B 動詞の後ろに一般動詞に ING がついた形、こういう順番に並んでいます。そしてこの形で主語 B 動詞、動詞 ING の形で今しているところだよという、まさに今の状態、これを表しているんですね。例えばケンは今ギターを弾いていますだったら、ケンの後ろに B 動詞の is、 これが来て、弾くはプレイですよね。ですからプレイ、これに ing をつけてプレイングとなって The guitar now. Ken is playing the guitar now. Ken is playing the guitar now. これで Ken は今まさにギターを弾いている最中だよと、ギターを弾いているところだよと、こういうことを表しています。2つ目、私たちは今テレビを見ています。主語は We ですよね。で We につく B 動詞、 We の次には B 動詞じゃなくて We are、 こうなります。でテレビを見るの見るは Watch ですから、 Watching と、 Watch に ING をつけて Watching にして TV now、 We are watching TV now、 We are watching TV now、 これで私たちは今テレビを見ている最中だよ、今テレビを見ているところだよと、こういうことを表しているんですね。では次はね、じゃあ動詞に ING をつけるんだけど、じゃあどんなものでもただ ING をつければいいかというとそうじゃないんで、その部分の話をします。さあ ING のつけ方ですけれど、一番多いのはそのままつける、こういう単語です。例えば read、 読むですね、これはそのままつけて read、 その後ろに ing で reading、 それから study、 これも study の y の後ろに ing つけて studying、 こうなりますね。さあここからはちゃんと覚えてほしいところですけれど、 e で終わる動詞、 e で終わる動詞はE を取って ING ですね。E を取って ING。で、Right、E で終わってますよね。ですから、Write の E を取って、Writing、ね、書くという動詞 E で終わってるので、E を取って ING、Writing、こうなります。Make、作るという意味でしたね。これも E で終わっていますよね。ですから、make の e を取って ing で making、 making、 こうなります。 use、 使うという意味ですね。これも e で終わったので use、
S の後ろに沿うのは ING で using こうなります。 take pictures、ね、写真を撮るっていう意味なんかの時に使いますよね。これも E で終わってるのでこれも E を取って take、 K の後ろに ING で taking、 こうなります。そして一番大変なのはこれ、最後の文字を重ねて ING になるもの。これってね、やっぱしね、分かんない人多いんですけれど、このなぜね、ING の時最後の文字重ねるのかってルールさえ分かっていれば大丈夫です。一番最後の3文字が真字ね、ローマ字のアイウエオ、これじゃないものですね、アイウエオ以外の文字。そして次アクセントのある母音字、今度はアイウエオのね、ローマ字だったらアイウエオの、ここにアクセントがある。アクセントっていうのは強く読むってことですね、その部分を強く読む。そして最後が真字になっている、こういうものは最後の文字を重ねて ING ですね。 Run 後ろから2つ目の母音字の U のところにアクセントがきますよね。ですからこれは Run でこの N を重ねて ING こうなります、ね、Running これランニングって読む人いるんですけど、これ短くなってランニングですからね。それからスイム、ね、イのところにアクセントありますよね。そして最後は真字です。ですからこれもスウィムの M を重ねて ING でスイミング、こうなります。で put 置くという意味ですね。この U のところに putアクセントありますよね。ですからこれも PUT の T を重ねてプチン、ね、T を重ねてプチン、こうなります。で Stop これも O のところにアクセントがありますよね。ですから Stop の P を重ねて Stopping こうなりますね。まず最後の3文字が真字プラスアクセントのある母音字、または単母音なんて言い方もしますね、アクセントのある母音字プラス真字、この形になっているものは最後の文字を重ねて ING、 ここの部分を覚えちゃえば、迷わなくて済みます。それから進行形にならない動詞ってあるんですよ。どんな動詞かというと状態を表す動詞、これは現在進行形の文章にはなりません。具体的にはどんなのがあるかというと like 好き、ね、know 知っているとか want 欲しいとか欲しいと思う、何々したいという意味ですね。こういうものは現在進行形、こういう文章にはなりません。現在進行形の文にできる動詞というのは、例えばその状態をしていてやめて止めてって言った時すぐパッと止められる、それから始めてと言ったらまたすぐ始められる、こういうことができる動作を表す動詞、これが進行形の文になる動詞です。こちらも覚えてください。今回は現在進行形の形と ING の付け方、これについてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。